今ねどこでいるかというと長崎県の諫早市にいます。諫早市ですね、今いるところなんですけど、これからこの繁華街ですね、ちょっと遅く到着してしまったんですけどね、今からちょっと繁華街に行っています。食事しに行きます。で今困ったのはグリーンホテルです。グリーンホテルが割と近い距離に確かに降ってしまってて、あれですけどね、結構な雨です。はい、今ちょっと止んできたか、少し弱まってきたけど、ホテルから今、まあ、ここの記念病院になってちょっと歩いてます。この辺り昼間やってるか、生命保険とか大使館もうちょっと歩いてきたんですね。雨が下すごいな今日は。でこっちに見たら明かりが見えましたね。ちょっとこっち進んできます。でこの辺り結構道がある。焼き鳥か、風が強いな。こっちもこれはメガネ橋邸か、飲みどころところなんかちょっと賑やかです。雨がすごいな。また雨か。アメリカンダイナースディナーズということで、カウヘンのバー、サイズバーガー、ウンゼンとか、これなんかいい感じですね。焼き魚とか、まあこういうで、こちら側、これはスナックとかか、飛行機の方ですね。すごいさ、今日はすごい雨が降ってます、はい、で日曜日なんでね、結構この時間、しかも10時近いんで結構閉まってる店がある。居酒屋ラーメン、たくみか、今日やってないで、出てきましたね。風が強くて雨がね、結構傘がね、コンビニの700円だったかな、これ。安いやつなんですよ。だから結構取られる感じ。で、これ川か。すごいね。で、そっちのあたりが、もうちょっと行ったら店が。そっちはアーケードかな。この通りにあるんだけど、もうすでにもう10時近いんで閉まっちゃってます。あとは昼間やってるとことかね、日曜日だから閉めてるとこあるんですけど、あ、太白楼これやってるかと思ってやってないんだね今日。ラーメンをと思ったんだけど、で安いこういう感じです。ちょっと今日日曜日で夜もう10時過ぎてるんで、ちょっとやってる店が閉まっちゃってる店結構ありますけどね。すげえな、雨が結構ガンガンに降ってますわ。ということで、ちょっとそっちまで行きます。あります。でからちょっと渡ってきます。そっちはアーケード街かな。風が強いな。これアーケード街ですね。もうここら辺はもうあれか。昼間やってる感じですね。で、なんかそこやってる。雨がすごいっすわ。まあこれアーケードだから助かりますけど、アーケードがないとこだと風が、まあ、ここちょっと風が大変ですよ。こんな感じですね。すごいね。これはでも雨、アーケードはいいね。やっぱ雨の日でも傘差さずに行けるから。でもこれは結構長いね。向こうまで続いてる感じか。雨がすごいね。マンションギャラリー98分ビッグプロジェクト。前提南向きだったらあれですね、日差しがいいですね、日当たりがね。でまたちょっと風がいいね。今日はコンビニがでかいな、セルフ。まあここはまあ本当商店街です、アーケードもね。やっぱ今日日曜日で、まあここはまあ昼間のお店ばっかだと思うんだけど。風が強い。すごいな、風がさ、すごい強い。
で、そっち側がホテルがあります。すごいですね。なんかそこやってるね。不限でどこあるけど、なんかちゃんぽんとかラーメン食べて飲んでくそげる焼肉酒場チャンピオンって言われましたね。店があります。いいです。なんかそこに食べ物屋さんがあるのか。で、これがゴリナイトバー。じゃあホテルニューグローバルか。ちょっと風が、あ、でもまだ強いな。強い。で、この辺りですね。駐車場は結構あります。で、そこはもう閉まっちゃってますね。土井農場か、うん、まだ雨がマシになってる。風が強いからちょっと、まあ、傘が、いや、雨が少しマシだったんで、やめたんですよ。これは居酒屋焼き鳥屋か。これはバーかな。生ビールか。ピザもあった。パスタとか。小腹減った。これは今やってないな。しまっちゃった。って川沿いのところの結構店がねあるんですよ。これでも閉まってしまってるな、すでに。もう10時過ぎてますからね。で、ナイトインアンカースナック、今日日曜日だから休みだね。あ、これやってる。川が結構大きいですね、これ。結構雨降ってきたんで少し増水してる感じかな。戻ってます。諫早の駅の方の方にもあるな。駅までがちょっとあるんですよ。はい。で、駅の方の周辺にも店があるので、ちょっと今から行きます。川が結構やっぱり雨降ってるから増量してる感じかな、うん、すごいね。雨がすごいっすわ。小料理屋か。こっちに居酒屋ありますね、一っていう。そこのところね、居酒屋1。そこのところ飲み屋がちょっと止まってる。こっちグリーンホテル戻ってきました。で、そこからちょっと駅の方を進んでいきます。サウナもあるんですよ、これ。何でもこれやっぱある。こっちが駅の方ですね。ニューステーションホテル、そこもなんか考えたんですよ。グリーンホテルがそっちです。駅から近いんですよ。で、車で来てるんで車の使用台数多いんでグリーンホテルしたんですけど、で、そっち側にも店がありますね、やっぱ。ここから 400m ですね。ここ進んだところになります。はい。で、公園なんかもあるからね、奥の方にね。さっきのアーケードもあれだけど、こっちもありますね。まあただこの時間で日曜日だから閉まってたりするんだけど。水道水か。で、これが雑貨屋か。あ、これいいな。ここまでやってんだ。同じここまでやってる、すごいな。で、そこに店があるのか。借りてーっていうのがあるね。そこちょっと行こうかなと思ってて。で、駅までもうちょっとです。そこもなんか洒落てる。ガールバか。ガールズバー。で、こんな感じ。これが駅から伸びる道ですね。で、さっきのアーケード街のところからは距離あるんですよ。おでん、
地面横丁60分飲みよう。これまでやってんだよし。いて、で買取店か、グローバルホテル、そこもなんかね見てたんだよね。でこっち側に店があるね。駅がそっちを止まるんですよ。しかし今日は日曜日で、まあ、10時半ぐらいで雨降ってると、まあ、客はいないけど、そこら辺になんかあるね、店がね。こっちの方もやっぱあるんだね。なんか、アーケード街の方がちょっと古い感じだったなと思いました。あれが駅か。駅ビルになってなかなか立派かな。最早の駅ですね。で、駅、新しいね、駅は。結構。で、ここら辺が魚民とか、全国チェーンか。ある感じですね。それが諫早の駅で、これが諫早の駅です。でホテルが周辺にありますね。その周辺でこちら側にお店があるな。ちょっと行ってみよう。居酒屋ニパチとか、居酒屋ニパチか。もつ鍋があるんだ。4種の2人前で各908円。安いよね。28だそう。28、なんか利用したことあるな、どっかで。で、こちらがちょっと立派。肉の助か。で、こちらのビルが、セントラルビルですね。こんな感じです。で、こっちにもあります。こんな感じで